さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はアウトレットで買ってもらったものを紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回は御殿場アウトレットに行ってきたんですけど、その時の様子は今回は撮影できていないのでお見せできないんですけど、今回は御殿場アウトレットで2点買ってきたものがあるのでそちらを紹介していきたいと思います。で、今回行った時はなんか半期に一度のセールみたいなやっている期間で、結構ね、いろんなお店が安くなっていたものとかもたくさんあったんですけど、今回はあまり気に入るものがなかったということで2点だけ買ってもらったので早速紹介していきたいと思います。で、今回は私が買ってきたものとママが買ってきたものがあるんですけど、今回私が買ってきたものは2点だけということでちょっと少ないので、サブ動画としてママが買ってきたものを別動画でアップするので、ぜひ楽しみにしていてください。で、ママの買ってきたものが多いんですけど、サブ動画ということでぜひね、気になる方だけ見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきましょう。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。まずは今回ケイトスペードとモンクレールで買ってもらったんですけど、モンクレールで買ってもらったものから紹介していきます。モンクレールで買ってもらったものはじゃん、こちら。トッパーからね、もうちょっと開けちゃったんですけど、早速開封していきたいと思います。はい、モンクレールで買ってもらったものはじゃん、こちら。こんな感じのものを買ってもらいました。はい、こんな感じで、モンクレールで買ってもらったものはこんな感じのスウェットトレーナーみたいなものを買ってもらったんですけど、これは普通にシンプルなトレーナーっていう感じで、これはね、なんか裏起毛になってるんですけど、素材がそんなに分厚くなくて薄めなので、これからの春とかにも着られそうだなと思ったし、で、無地で白いトレーナー、最近結構ね、今までワンピースを結構着ることが多かったんですけど、最近スカートを買っていて、そういうものにも合わせたら可愛いかなと思ったので、これを買ってもらいました。で、これはすごく無地でシンプルな感じの白っていう感じで、冬から春まで着られそうな感じなんですけど、これはスカートとかと合わせて履きたいと思います。で、これはこんな感じで、ここにモンクレールのタグがついてて、普通にダウンと同じようにこんな感じでついてて、で、ここにも英語でモンクレールのロゴがついてます。こんな感じでモンクレールってついてる感じです。で、スウェットっぽい感じの素材なんですけど、ここの部分とかここの袖の部分とかはニットっぽい感じで、すごくおしゃれな感じで可愛いなと思いました。で、後ろもこんな感じで無地っていう感じです。で、これはめちゃくちゃ安くなっていて1万3000円くらいでした。ちょっとあんまり詳しく覚えてないんですけど、すごくなんか今回 50% オフくらいになっていて、1万3000円で買ってもらいました。はい、まず1点目の購入品はこんな感じです。それでは次、ちなみに今回も実際に買ってきたものは着てみたりはしないんですけど、また1週間コーデとか動画の中で着てみると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは続いて2点目を紹介していきます。2点目はケイトスペードで買ってもらったものになります。はい、それでは2点目のケイトスペードでの購入品はじゃん、こんな感じのショッパーに入れてもらいました。ショッパーはこんな感じでね、ちょっとね、前と変わったよね、こんな感じ。アウトレットのショッパーなんですけど、後ろにスペードのロゴで、こっち側にめっちゃ大きくケイトスペードニューヨークって書いてあるデザインの紙袋のショッパーです。で、全体的にピンクで、緑とピンクって感じ、こんな感じ。アウトレットのショッパーなんだけど、なんか前はもうちょっと違った気がするから変わったと思います。はい、まずショッパーはこんな感じです。これは中間くらいの大きさのショッパーに入れてもらいました。それでは買ってもらったものを紹介していきます。はい、ケイトスペードでの購入品はじゃーん、こんな感じで布の袋に入れてもらったので出してみます。じゃん、こちら。はい、こんな感じの、めっちゃ可愛いんですよこれ。じゃーん、こんな感じのワンピースを買ってもらいました。これは騙し絵になってるケイトスペードではよくあるデザインのワンピースなんですけど、こんな感じでね、ここにハートのポシェットみたいな感じ、ハートかな、普通のポシェットだと思うんですけど、こんな感じでバッグを持っている風のワンピースになっています。で、このバッグは花柄で、ここにスペードのロゴとかがついていたりとかして、すごく可愛くて、で、ピンクなんですけど、そんなに派手なピンクっていう感じではない感じのワンピースって感じになっています。で、こんな感じで、これもそんなに分厚くない素材なので、春とかこれからの季節に1枚でさらっと着られる感じのワンピースになっています。で、ここにもスペードのロゴがついてて、で、後ろはこんな感じです。はい、こんな感じです。
で、これはお値段なんと5000円ぐらいで買いました。今回なんかケイトスペードではセール価格からさらに 50% オフっていうカードみたいなをもらうとさらに 50% オフみたいになるって感じで、めっちゃ安くなってて、これは 30% オフの値段だったんですけど、そこからさらに 50% オフということで、もともとのお値段が 13,800 円プラス税だったんですけど、そこから 30% オフになってさらに 50% なので、だいたい5000円で買いました。ちなみに御殿場のアウトレットって大人のケイトスペードと子供のケイトスペードが入ってるんですけど、なんかね、木更津のアウトレットとかだったらキッズのケイトスペードだけっていう感じなんですけど、大人のところにこの子供服が入ってたので、こうね、可愛いものがあったので買ってもらいました。なんか最近入ったみたいなんですけど、結構いろんなものが売っていたので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。で、なんかその 50% オフとかさらに何十パーセントオフになりますとかはその日によって違うらしいんですけど、今回は半期に一度のセールということで、最大の 50% オフのカードをもらうことができたので、これを買ってもらいました。で、こんな感じで色もそんなに派手なピンクではないので、すごく可愛く着られるんじゃないかなって思います。で、ね、このショルダーバッグを持ってる風のデザインが可愛くて、バッグ持っていなくてもお出かけできるっていう感じでいいと思います。で、裾はこんな感じで A ラインって感じではないんですけど、なんかね、セットっぽく見える感じで、裾がちょっとフリルになってる感じで、形もめっちゃ可愛かったのでこれを買ってもらいました。はい、2点目の購入品はこんな感じです。はい、こんな感じでアウトレットで今回買ってもらったものの紹介は以上です。はい、ということで今回はアウトレットで買ってもらったものを2点紹介してみました。今回はこんな感じで2点とちょっと少なめだったんですけど、いかがだったでしょうか。他にもお財布とか気になるものはあったんですけど、お財布はそんなに使わないしまだいいかなって思ったので、とりあえずすごく安くなっていた服を2点買ってもらいました。で、今回買ってもらったものはこれから春とかにも着られるので、これから1週間コーデとかでもね、紹介したいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。で、今回は実際に着てみれないんですけど、ぜひ次の動画を楽しみにしていてください。そして次回の動画はママの購入品紹介をやりたいと思っているんですけど、ママの購入品は結構何点かあるので、いつもはママの購入品を別にやったりとかはしないんですけど、今回は特別編ということで、ママの購入品も別動画でサブ動画としてアップする動画なんですけど、まあ、いつもサブ動画は結構短めの動画をねアップしているんですけど、今回はちょっと長めのものを、ママの購入品が気になるよっていう方がいたらぜひ楽しみにしていてください。ということで、この動画が皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。今回御殿場アウトレットには半期に一度のセールということで行ってみたんですけど、すごくいろんなブランドが安くなっていたので、ぜひ次回の半期に一度のセール、次は夏にあるらしいので、ぜひ気になった方は行ってみてください。で、今回はよくアウトレットに行っていて、いつもショッピングしている時の動画はアップしているので、今回は撮影せずにお買い物だけを楽しんできたっていう感じなんですけど、久しぶりに撮影なしのお買い物ができてすごく楽しかったです。で、もし次回行く時があったら、またね、今度撮影したいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。で、前回買い物に行った時の様子の動画とかは前回の動画でアップされているので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。ぜひ次回のママの購入品の動画も楽しみにしていてください。ではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。